島町に完成した有害鳥獣原用化施設は、駆除したヒグマやエゾシカの死骸をタンクに入れた後、微生物を使って分解し、最終的に水と炭酸ガスにしてしまうものです。これまでは可燃ごみとして扱っていましたが、施設の完成により解体処理の効率化が期待されます。今日は竣工式の後、実際に鹿1頭を装置に投入する様子が公開されました。総事業費はおよそ1億500万円、1日120キロの処理を想定していて、地元福島町のハンターは基本的に持ち込み料は無料となっています。